フリンジ、フリンジは、アメリカ合衆国の SF テレビドラマ。JJ エブラムス、ブライアン・バーク、アレックス・カーツマン、ロベルト・オーチーラが制作。ショーランナーは、シーズン4までは、ジェフ・ピンクナーと j h ワイマンが共同で務めていたが、シーズン5は、ワイマン単独となっている。FOX 系列で2008年9月9日に、放送開始。 最終シーズンである第5シーズンが2012年9月28日に放送開始。2013年1月18日に最終回が2時間枠で放送された。全100話、マサチューセッツ州ボストンを拠点に国土安全保障省の下で活動する FBI のフリンジチームを描く。世界中で発生する説明不能なおぞましい一連の事件。 パターンの操作のため、チームは、フリンジサイエンスと呼ばれる、型破りな手法を用いる。旅客機627便の乗員、乗客全員の肉体が溶け落ちるという奇怪な、事件が起こった。FBI ボストン支局の女性捜査官、オリビア・ダ・ナムは、フリンジサイエンスの天才科学者のウォルター・ビショップ博士、そして彼の息子で、IQ190 の天才というピーターと共に、 この謎に取り組む。やがて、彼らは、今回の事件は、世界中で起きている一連の不可解な現象、パターンの一端であることを知る。国土安全保障省のフィリップ・ブロイルズ捜査官の、指揮下に編成されたオリビア、ウォルター、ピーター・ラ・フリンジチームは、その後も次々に起きる、パターンを調査することになる。やがてオリビアは、パターンの背後にある、驚愕の事実。 もう一つの世界の存在を知る。そして、その世界との戦いが間近に迫っていることと、それには、ウォルター、ピーター、そしてオリビア自身が深く関わっていることも、基本的に一話完結で奇妙な事件の捜査が行われるが、第一シーズン最終話以降は、メインテーマである、パラレルワールドが、ストーリーの前面に出てくるようになる。 第2シーズン中盤以降は怪事件の話よりもパラレルワールドの話が中心となっていき終盤で向こう側の世界のフリンジチームが登場する第3シーズンでは2つの世界のフリンジチームの捜査活動を交互に描きながら双方の世界の住人たちが時には目的を持って時には知らないうちにお互いの世界に影響を与え合う様子を描くという多重構造になっている シリーズが進むにつれ、二つの世界、さらに、時間軸の異なる、世界、未来世界が絡み合い、複雑な構造が増し、得意な能力を持つオリビアと二つの世界の明暗を、握るピーターを軸に、ストーリーが展開されていく。なお、毎回、どちらの世界の話が中心になっているかによって、オープニング映像の色調が異なるという演出も、されている。また、 過去や未来が舞台となるエピソードでは特別なオープニング映像が使用されることがある。さらに本編がアニメ仕様になっているエピソードもある。パイロット版の制作費はロストとほぼ同じの1000万ドル。制作陣にはエイブラムス、カーツマン、オーチイラ、劇場映画、スター・トレックと共通のスタッフが多いが、エイリアスやロストでエイブラムスを補佐した。 ブライアン・バークや、ジェフ・ピンクのアラも参加している。また、キャストでも、レナード・ニモイが第一シーズン最終話から順、レギュラーとして参加した。音楽も、エイブラムス作品が多いマイケル・ジアッキーノと、クリス・ティルトンが担当しているが、オープニング曲は、エイリアス同様、エイブラムス自身が作曲した。劇中には、スター・トレックへのオマージュだけでなく、X ファイルの、 捜査チームが同じ世界に存在していると示唆するセリフもある。他のエイブラムス作品へのオマージュ、またはセルフパロディとしては47や108といった数の品質も挙げられる。日本では CS チャンネルスーパー。ドラマ TV にて2010年10月23日にプレミア放送され、同11月23日からレギュラー放送になった。 1> 第1シーズンでは CM 型番組より少なく、1話の放送時間が約50分に及ぶこともあったが、第2シーズン以降は43分前後に落ち着いている。なお、CM 枠の前後に意味ありげな画像が挿入される。ありがとうございます。